よろしくお願いします。お願いします。この前の秋田戦、まあ、J2 の中でもフィジカルこう中心として、はい、非常にこう難しいゲームだったと思うんですけど、振り返ってみてどうでした？なんか想像通りのなんかプレースタイルというか、うん、まあ、蹴ってきて、まあ、それを拾う勝負になったなっていう、まあ、感想なんですけど、まあ、もっと攻撃のアイデアを出せたかなっても思う試合でした。うん、ああいう相手っていうのはやりづらいですか？そうですね。なんか僕とかは基本なんかやることがないっていうか、ずっとボールがこう上に通り過ぎて飛んでるんで、まあセカンドは頑張って拾おうとは思ったんですけど、まあやっぱり足元で繋いでる時にどうにか関わって、まあ相手のラインを下げれば、そのまあ苦しい展開も少なくなるのかなって。思ってプレーしてました。あの芝の状況もかなり悪かったと思うんですけど、はい、まあハゲてるところがあったり、はい、まあ、芝が長かったりと、はい、そこはどうでした？あ、なんかそこの方が想像以上にひどくてなんか実際中でやってみると本当に目の前でボールが浮いたり、あ、なんか本当公園でやってるような感じがあって今までになかったグラウンドでした。やっぱりこうウォーミングアップとかでも、まあ、確認するじゃないですか、はい、そういうのでもやっぱこう慣れることはできない感じ。なんか水も撒いてなかったんで、あ、そこが一番難しくて水撒いてればある程度なんかいつも通りのちょっと悪いなってぐらいで済んだんですけど、うん、撒いてなくて相手は蹴ってきて、うんうん、なんかボールが結構2バウンド目で止まっちゃうというかそこが難しくて、なかなかない、はい、ね、そういうところ、まあ、そんな中新垣選手は、まあ、途中怪我もあったりしたんですけど、コンスタントに、まあ、試合に絡んでてゴールも決めて、はい、で今年で3年目になりますけど、はい、どうですか今のご自身のプレー、入団してから、うん、成長を感じてる部分も多いと思うんですけど。そうですね、なんか成長してるとこは、まあ、あるんですけど、まあ、その課題も結構多く見えてきたなっては感じてるんですけど、まあ、ちょっと1年目よりは確実に考えてプレーしてるというか、相手を見ながらプレーできてるっていうのもあるし、味方をどう生かすかっていうのも考えながらできてるのが、まあ、一番成長したところかなって、まあ、まだまだなんですけど、そこが一番伸びたとこかなとは思ってます。何かそういう考えることの大切さっていうかきっかけみたいなのあったんですか？なんか試合してて90分ずっと同じ試合してるなって、うん、思ってて、そのもっとハーフタイムとか、まあ、給水のタイミングでガラッと流れが変わってもいい時って結構あるじゃないですか。それがこのチーム今は少ないなと思って、うん、で自分が何か言おうとしてもそんなに考えてプレーできてなかったなと思って、うん、言おうにも言えないというか、だからそれがきっかけで去年の終わり頃も遅いんですけど、うん、ちょっと考えようって思ってやるようになりました。それこそでも去年の終盤とかもゴールも初ゴール決めてからよりこう自信が高まった感じで、まあ、たくさんゴールもその後決めたし、はい、まあ、プレーの質というのも上がってきたように思うんですけど、まあ、そういったいろいろ考えることによってゴールにもつながっていった感じなんですか？そうですね、なんか、まあ、池さんだったりその上の人がどんどん少なくなっていく中でっていうのはあるんですけど、うん、まあ、基本シン君とか去年だと寺君とかに結構言われることが
多くて、で確かになって思うこともいっぱいあったし、その学ぶことが多くて、うん、まあ、それを逆に今度自分がやっていければいいなって思ってって思いました。ちょっと笑いそうになるぐらいそんなガキが言いづらかったですね考える日が来るとはって思う感じなんですけど、まあでも今シーズンちょっとチームとして苦しんでる時期があるんですけど、どうですか、そういうチームの雰囲気だったり今の置かれてる状況どういうふうに見てますか。まあでもそんな悪いとは思わないんですけど、まあ、多分岡さんも言ってたと思うんですけど、まあ、結構言うようになったし、うんうん、言われてもいやこう思ってたとかっていうのは、うんうん、やっぱ増えてきたなって思って、で中断明けからやっぱりその負けが少なくなったっていうか、うんうん、まあ、やってても負けはしないだろうなっていう試合は結構多くて、そういう風に感じることも多くて、だからそんなに雰囲気が悪くなるというのはあんまりないかな、うん、結構、まあ、いい感じではないですけど、でもみんなやることは最低限やろうとしてるし、その中で自分をどう出せるかっていうのもみんな考えてやれてるから、うん、まあ、そこはいつか、まあ、いい方向に行くんじゃないかなって思ってます。今6試合負けなしという状況ですけど、やっぱりそういう結果が少しずつついてきていることがチームとしてもすごく大きな自信になってますか。はい、それは結構なってます、うん、なんか勝てないと全部ネガティブになっちゃうというか、うん、でも今ちょっと勝ってるっていうのもあって、そのネガティブなことは少なくなってきたのか、やっぱり、まあ、守備も攻撃もまあ少しずつ、うん、まあ、嫌がらずに耐えながらっていうのができてると思うんで、うんうん、そこはいいかなと思います。本当こう今粘り強く、勝ち点をこう積み重ねれてるなっていう感じなんですけど、逆にその中断明けの琉球戦とかは非常に内容も良くて勝ってもおかしくないそういうゲームだったと思うんですけど、そういった試合で勝てないとやっぱりなかなか勝てなくなっていってしまうみたいな流れになっていくと思いますか。はい、ちょっと琉球戦終わった後にっていうか琉球戦やってる時にあまたかみたいな雰囲気はあったんですけど、そこでなんとか耐えれたっていうのが、うん、まあ、一番大きかったかなって思ってます。その後の練習の雰囲気はやっぱり悪くはなかったんで、うん、そこはが良かったのかなって思ってるところあります。今話してていろいろこう考えるようになったとか言ってて、まあトレーニング見ててもそうやって僕も外から思う時もあるし、今回の秋田戦もそう思えるシーンがちょっとあったので、ちょっと一緒に見て解説をしてもらいたいです。まずは立ち上がりすぐのプレーなんですけど、まだ3分です。立ち上がりはやっぱいろいろ個人として考えること多いですか。いや、なんか逆にもう立ち上がりは角を取りに行くっていうのはやってたし、うんうん、簡単にやるとこはやるっていうのは決めてるんで、うん、あんまり考えすぎずにっていうとこはあるんで、やりやすいではあります、ね、でこのシーンは、まあ、チャンスまで行きましたけど、はい、荒木選手のこの良さってやっぱりドリブルだと思うんですけど、ドリブルへのこだわりはありますか。まあ縦に基本は行きたいっていうのがあって仕掛けたいっていうのはあるんですけど、そこはちょっとこだわりというか、すぐ中に行くんではなくて、やっぱ一発目というかとかはできれば縦に抜きに行くようなドリブルをしたいなっていうのはあるのと、相手の逆は取りたいなっていうのは思ってます。本当見てて、そう逆を取ることをすごいこう相手を見ながらやってるなって思ってるんですけど、まあ、このシーンもスピードの変化プラスそういう逆を取ろうっていうワンフェイクっていうのが
ドリブルの中で多いかなと思うんですけど、これは得意な形、はい、ちょっと0から100っていうのは意識はしてます、うん、あこれはもうよく見るシーンですごい僕は好きなプレーなドリブルの一つなんですけど、だいたいねこれでかわせるもんね、だいたいこれしかやってないでもこれ分かってても多分相手って一回止まるから、うん、食って抜けると思う、左サイドと今左サイドやってるけど、はい、右サイドやりやすさとかあるんですか？やりやすいのは右ではあるんですけど、確かにでも左も左でなんか中にも巻けるし、うんうん、まあ、縦に行くのはちょっと難しいところはあるんですけど、でも行けた時の楽しさっていうのがあるんで、まあどっちも楽しいではあります。やっぱドリブルしてる時が一番楽しいなって感じですか？はい、そうです。シュート打つより、あ、まあどっちかっていうとそうです、ね、今年結構ドリブルからのラストパスとかよく見るんですけど、そこもストロングなところの一つかなと思うんですけど。そうですね、なんかフォワード、まあ、池さんとかもそうなんですけど、僕が前向いた時に、うん、そのゴールに思いっきり走ってくれる人が結構好きで、うん、そこに出したいというか、まあ例挙げるなら林大地とか、うん、なんか北川修太とかみたいな、あんなゴリゴリした感じが好きでそこにを生かしてあげたいっていうのは常に持ってるとは思います。そう思うとやっぱりなんかこう右サイドからちょっとカットインしてこういう巻いたパスとか、はい、琉球戦かな、椿に投げたパスとかも、はい、そういうのとかね、すごいいいボール、いいドリブルからのパスやったなって思うんですけど。で次は組み立ての部分、ここですごくね今年いろいろこう考えながら周りにもこうアクションを起こしてるシーンかなと思うんですけど、ここでプレスバックで富山選手がボール奪って、うん、なかなかここから運べない状況の中でこういうアクションを起こしてるじゃないですか、はい、これは永田選手にやったんですか？そうですね、たくさんがちょっととも話してたんですけど、うんうん、相手、まあ、引いてるというか、うん、僕がやっぱ低い位置で受けても、まあ、引くし、うん、プレッシャー来ないから、うん、たくさんもっと高い位置取っていいよっていうことは言ってたんですけど、ちょっとこの時は低くて、うんうん、引っ張れば引っ張る分だけ相手はラインが下がるし、ここがね、うん、相手のサイドハーフもそんなに守備、うん、まあ、してないっていうのが楽しいのか、うん、もうサボってたんで、うん、まあ、引っ張りたいなっていうのはあったなって。ここもだからすごく意識して味方を動かして、で相手の反応もこう分かってる中で佐藤亮選手につけたなって思ったんですけど、あそこ裏取ると、うん、視線がこう、うんうんうん、こっちに向くんで、たくさんの方に向くんで、うん、だとやっぱ間空いてくるなっていうのは、うん、僕がこの試合あんまり受けれない中で感じてたことなんで、うんうん、それをまあ寮にやってもらうのでもいいかなと思って、うん、ちょっと組み立てに入ろうって思ってました。いや、ここはなんかいろいろ考えながらやってるなと思って、でさっきの見てもらったドリブルのシーンと同じような位置でこの後ボールを受けて、またこの緩急ですよね、やっぱ効きますね、これ効きますねなんか意外と引いてるんですけど、なんか引いてるチームにしてはスペースがあるっていうか、うん、プレッシャーもなかったんで好き放題やれるなとは思ってたん で、 あとこの1個層が上がらないというか、うんうん、よく僕らのチームのボランチって下がり目が多いんですけど、うん、それも感じてたんで、うん、まあ、出したら1個層を上げるっていうのはやっていかないと、うんうん、相手がライン引いてるのにも
ったいないなって思ってるんで、うん、ここで一回ボール受けて組み立てをしてその後また関わりに行くという、うん、まあ、結局クロスのところまで行きましたけど、本当にこのなかなかチャンスが作れていない時間帯でもあったし、クロスも相手がね深い分あそこに入れるのは有効だったと思うんですけど、これも意識してあそこにクロス、そうですね、なんか一人しかいないっていうのはもう見えて分かってたんで、このバイタルのとこは、いい位置でしたね、かな、本当はなんか大悟がもっと前にいると思ったんですけど、そこにこぼれれば、まあ、大悟うまいし、うん、まあいいやぐらいで、うん、まあ、トミ君狙いつつもって感じであげました。いろいろ考えさせてもらいましたこのシーンで。で最後はゴールシーンなんですけど、はい、直接荒木選手がボールに関わってるわけではないんですけど、最近ねよくこうスローインの練習もチームとしてもよくやってて、ここでもうちょっとすぐ荒木選手消えちゃうんですけど、はい、ここの動きで相手ディフェンスも荒木選手に寄った分、はい、佐藤亮選手がフリーで受けられたし、はい、これもなんか新司さんミーティングでは言ってなかったんですけど、うんうん、守って言ってほしいなって思ってたんですけど、これ結構僕考えて、うん、相手のセンターバックというかディフェンスライン基本何も考えてないなってずっと思ってて、でまあハーフタイムちょっと整理して、うん、まあ、僕のとこで引きつけられれば絶対前は開くな、結構開くなって思ってて、うん、なんかこう引っ張ると、うん、絶対空いてくるなっていうのはもう分かってたし、うん、やっぱりサボってるんですよ。で、寮も寮でこの試合スローイン早くやろうみたいなのを言ってて、うんうんうん、まあ、お互いがなんか3人がうまくやれたシーンかなって思ってます。大きい先制点でしたねこれは。で、あんまりねこうやってガッキーが喜ぶのあんま見ないから嬉しいんやけど、こうやってなんか健太くんとか、うん、まあ、去年だと宗谷くんとかがこの位置でそうね取ってくれるとなんかチームで取れたなって感じがして、確かにそれはね、こうやってなかなか見んけど、はい、やっぱなんか北九州の良さって多分今サイドバックも点取れるみたいなとこは一つあると思うんで、うんうん、でも最近少なかったりもして、うん、そういうなんかチームで取れたみたいなシーンはやっぱり嬉しいですね、うん、本当ね、やっぱこういうシーンをたくさん見たいんで、はい、ちょっと次節はまたアウェーで今度順位の近い松本相手で本当にこう難しい試合になると思うんですけど、最後にサポーターの方にメッセージをよろしくお願いします。また引き分けてはしまったんですけど、でも、まあ、負ける感じはしないというか、まあ、それはサポーターの中にも少しあると思うんですけど、まあ、でもしっかり勝てるように僕らも努力するので、また熱い応援をよろしくお願いします。期待してます。ありがとうございました。ありがとうございます。